次はお待ちかねですね、大塚さん。そうですか、僕の楽しみなネタが。いやー、楽しみですよ。ほらほらほら、来ましたよ。はい、第7位、特別付録、黒い面取りのタリズマンシールの使い方。イエーイ、はい、来ましたね。はい、実物がここにありますけれどもね。あ、すいません。はい、ムー9月号のスペシャル付録は西洋魔術研究家ヘイズ中村氏監修による魔術語符のシールです。黒い面取りのタリズマンは一般に黒い面取りまたはピラミッドの賢人として知られる奥義書から選び出したものだそうです。宝くじに当選、宝を手に入れる、他人に騙されない、悪徳を美徳に変えるといった4つの異なる魔力を秘めたタリズマンシールをどのように使いこなすかは皆さん次第です。はい、ということでですね、ここにあるんですけどね、これはどのように使えばよろしいんですかね。まあシールですからね、はい、まあ大切なものに、まあ財布とかですね、はい、まあ携帯とかに貼ってもよろね、はい、というか、まあ基本的には護符ですので、うんうん、お守りというかね、そのよくあの西洋魔術ではあの魔法炎とか、はい、魔法陣っていう言い方もしますけれども、はい、そういう風なマジカル的な効果のある護符、はい、まあ、それを身につける、はい、まあ身につけるね、まあ、持ってるのもあれなんですけれども、貼り付けちゃったのが早いから。なるほど。すごいですね。もうシールにしちゃえみたいな。シールにしちゃえみたいな。最近はもう。なんじゃそりゃ。オフシールというの。はい。いや、毎月毎月ね、あの付録がついててね、はい、お楽しみの一つでありますよね。そうですそうです。はい。定期購読してる身としては、そうですね。そうですね。素晴らしい素晴らしい。いやー、もうムーミンの楽しみの一つですから。楽しみですから。シールっていうのはですね、貼りたくなるんですよね。必ず貼ります。どうしてもね、護符だけつけちゃうと、あの大切に持っちゃってしまっておしまいみたいなのがあるんですけど、シールだとなかなか、ほら、やってみようかなっていう気になるから。確かに。そういう意味では実用的なですね。で、そう、ここね、呪文がね、面白いですよね。そうですね。他人に騙されない呪文。ああ、クロステス鳥のカティバガリノス。あ、もう言っちゃったからもう本当に大丈夫ですね。ダメちゃうから大丈夫ですよ。サエリさんはどんな願いを込めたいですか。はい、宝くじに当選する、宝を手に入れる、他人に騙されない、悪徳を美徳に変える。なるほど。いやー、これ選ぶのって本当に究極ですよね。そうですよね。ですよね。でも宝くじに当選すると宝を手に入れるってなかなかうん、あ、でもやっぱ違うことですかね。宝くじはやっぱりね、お金だけですからね。お金だけですもんね。うん、宝は何でもいい。宝というのはその自分の願いとかそういうものも含めて、はい、やっぱり宝を手に入れるじゃないですか。宝の方がいいですね。はい、桜田さん、他人に騙されるないでしょ、やっぱり。いや、それちょっと呪文かけてもらいたいな、もう一回。はい。ね、クロステスフリのカティーバガリノス。もう大丈夫ですね。家で貼ってくださいね。家で貼ります。はい、続いていきましょうか。はい、いきます。